はい、皆さんこんばんは。ドリフトシティスカイロード2016様、本日もやってまいりました。本日はですね、プロトーナメント、全部で1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 チームが、プロ戦に、挑みます。このうちですね、今日は、トーナメント戦、準々決勝まで、本日行いまして、引き続き明日土曜日の21時30分、夜の9時30分から準決勝と決勝戦、そして3位決定戦を行います。昨日はですね、セミ戦が行われたんですけれども、公式サイトの方のですね、スカイロード特設ページの方にも結果発表がされているんですけれども、セミ戦での優勝1位は ASHN レーシングチーム、そして準優勝2位がスカイアクティブ、そして3位に一方通行チームという結果になりました。そして、本日の、プロ戦にも、昨日セミ戦で参加したチームも再び登場しますので、昨日ご覧になった方は楽しみでしょうね。はい、それでは本日のプロ戦もやってまいりたいと思います。今すでにですね、ゲームの中では、各 GM さんが大会のルームを作成して待機をしております。ゲームに接続できる方はですね、バトルゾーンに入りまして、左から、上から5番目のイベントというメニューがあるんですけれども、イベントのメニューに入りますと、作られているルームがあります。チーム名で書かれているルームの、右下とルームの、UI の、緑の枠の右下に、カメラのアイコンがありますけれども、そのカメラのアイコンをクリックすると観戦ができちゃいます。ここですね、ここ。はい、で、残念ながらゲームに接続できない方のために、本日、私、C 部署の方で、状況をお伝えできればなと思います。それですね、今アフリカテレビの、これ何だろうアフリカ TV スタジオというプログラムで、生放送を行ってはいるんですけれども、ここの、エンコードの設定で解像度だったりとか画質だったりとか結構高めで、解像度はこのツールで提供している最高レベルの解像度を設定して、で画質も 800kbps ですよに設定しているにもかかわらず、コメントとしては、生放送の画面の中でコメントとかが見えないんですよというのがあるんですけれども、すいません、解像度のマックスで、そこのところちょっとご了承いただければと思います。そしてコメントも拾っちゃいますよ。みるみるさんや、エストさんはいらっしゃらないのです、いらっしゃらないのでしょうか。いますけれども、本日の大会には参加してないんですよ。で、大会の進行役は、昨日に引き続き、GM スパイダーさんと GM ボブさん、そして GM ビップさんが、大会を進行を行います。スパイダーさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ボブさん、よろしくお願いします。はい、本日の走りも楽しみですね。はい、ビップさん、今日もよろしくお願いします。うっす。はい、よろしくお願いします。じゃあそれではですね、本日のエントリーを、まず紹介したいと思います。本日の A ブロックはですね、A ブロック第、1戦目ですね。 A ブロックは AD ブルーのチームとブラックゾーン、略して黒い領域でしょうか。 AD ブルーとブラックゾーンチームが A ブロックで戦います。そして B ブロック、水鏡老月と、ディップスカイチームが戦います。引き続き C ブロックでは、昨日のセミ戦でも参加していたリスキーローズチームとブラック GT チームが激突します。そして D ブロック、D ブロックからの試合は、この後ですね、ABC ブロックの試合が終わった後8時半から始まるんですけれども、こちらの一方通行チームと
アブソルーツ外人チーム、そして E ブロックではノバロッシチームと無限ゴースト無限チーム、以降ゴーストチームにします。言ってるうちに対 A ブロックの試合が始まりまして、早速 A ブロックの第1試合観戦に入りたいと思います。すみません、B ブロックとなります。失礼いたしました。今見てる画面は、C ブロックのリスキーローズチームとブラック GT チームの、第1戦目となります。あっという間に第1戦目が終わりました。第1戦目は、ブルーチームの勝利となります。ブルー対 C ブロックではブルーチームのリスキーローズチームが勝利となりました。C ブロックの第1戦目は、リスキーローズチームの勝利となりました。そして、こちらですね、水郷ローゲスチームとディープスカイ、これ第 B ブロックですね。第 B ブロックでは、青が水郷ローゲスチーム、そして赤がディープスカイチームとなります。現在青の水郷チームが1位、2位、3位、そして4位にディープスカイチームが並んでいます。昨日のセミ戦でもそうだったんですけれども、第1戦目を勝ち取るチームが、勝ち続けていくというパターンが多かったので、第1戦目が一番重要なのかなと思います。現在1位から3位、依然として青チームの水郷ローゲスチーム、そして、7位から10位、ちょっと下の方にはなっているんですが、赤チームのディープスカイチーム、踏ん張ってほしいですね。現在3位と4位の差は結構広がってますね。そしてゴール第 B ブロックの水郷ローゲスチームとディープスカイチームの第1戦目では青の水郷ローゲスチームがセットスコア1対0となります。そしてこちらの様子をご覧いただきましょう。C ブロックのリスキーローズチームとブラック GT チームの第2戦目、青がリスキーローズ、そして赤がブラック GT チームとなります。現在1位から5位がリスキーローズ、そして6位から10位がブラック GT チームとなりますね。ピップさん、綺麗にチームごとに1位から10位まで分かれているんです。この状況どう思いますか？やっぱりブラック GT チームもうちょっと踏ん張ってほしいですね。だそうです。現在、5位と6位のかなりの差が開いているので、このままレースが終わるとリスキーローズチームの、2回連続の勝利となりなって、かなり、次への進出の可能性が高くなっていきます。おっと、これは、待っている状況でしょうか。すでに、青の、リスキーローズチームは、ゴールをしておりますでしょうか。はい、第2戦目が終わりました。第2戦目も青のリスキーローズチームの勝利となります。おめでとうございます。そしてこちら第 B ブロックの水郷ローゲスチームとディープスカイチーム、先ほどの1戦目では水郷ローゲスチームが勝ちましたが、今回の2戦目はどうでしょう。
現在1位は青の帝京ローゲッツチーム、そしてその続きディープスカイの赤チーム。赤チームが勝てばセットスコア1対1、帝京ローゲッツチームが勝てばセットスコア2対0、ディープスカイチームは苦しい状況になります。現在トップは赤のディープスカイチーム。おっと、ここで青チームが逆転。直線コースに入りました。赤チームブースト、このまま1位維持できるのか。おっと、ここで事故った。青チーム逆転。帝京ローゲッツ逆転勝利。これで B ブロックの結果もセットスコア2対0になりました。赤チーム踏ん張ってほしいですね。それではリスキーローズとブラック GT の C ブロックの第3試合の様子を見てみたいと思います。現在青がリスキーローズチーム、そして赤がブラック GT チーム、1位から3位がリスキーローズチーム、4位に並んで赤のブラック GT チーム。第2セットまでの結果はリスキーローズチームがセットスコア2対0でリードしています。おっと、1位から4位が全部リスキーローズチームになりますので、第3セット目もリスキーローズチームの勝利が目の前まで来てますね。で1位はもう入った、そして2位も入った、3位もゴールして、次々とゴールしてます。第 C ブロックのリスキーローズチーム対ブラック GT、こちらはセットスコア3対0でリスキーローズチームが次のトーナメントに進むことができました。おめでとうございます。ところで、第 A ブロックの AD ブルーとブラックゾーン、こちらは進行状況はいかがでしょうか。はい、ただいま情報が入りました。第 A ブロックなんですけれども、メンバーが、揃わないということで、大会のルールによりますとですね、5分間待っても、ルームに入場しない場合には、不戦勝ということになりますので、第 A ブロックでは AD ブルーチームがそのまま不戦勝で次のトーナメントに進むことになりました。おっと、そして喋ってる間に、第 B ブロックの第3セット目、3試合目、帝京ローゲッツチームとディープスカイチーム、青が帝京ローゲッツ、そして赤がディープスカイチームとなります。現在セットスコア2対0で帝京ローゲッツチームがリード。そして第3試合目もこのまま終わると帝京ローゲッツチームが次のトーナメントに進むことになります。で現在1位がゴールしました、ので、ご覧のように第 B ブロックも帝京、ローゲッツチームがセットスコア3対0でディープスカイチームを破れて
しまいました。水郷ローゲチーム、次のトーナメント進出おめでとうございます。ご覧のように、第 B ブロックでは水郷ローゲツチームがディープスカイチームにセットスコア3対0で次のトーナメントに進出することができました。そして先ほど終わった C ブロックの試合ではリスキーローズチームがブラック GT チームを同じくセットスコア3対0で、勝って次のトーナメントに進むことになります。そして A ブロック、こちらは試合は行われてないんですけれども、ブラックゾーンチームの方が、ゲームの中に入場しないということでルールによって AD ブルーチームがそのまま不戦勝で、次のステップに進むことになりました。ボブさん、今の走りどう見ますか？そうですよね、やっぱり3対0、セットスコア3対0ですよね。一方的に今終わってしまうのは、運営側としてはかなり嬉しいことですよね。トイレとかも行きますからねそうですね、早く終わって、休憩を入れるのも一つの、時間かな、大事な時間かなと、思います。そして、次の、第 D ブロック、 E ブロック、 F ブロックの試合は、20時30分から開催となります。D ブロックでは一方通行とアブソルート外人、訳して完璧な外人ということでしょうか。一方通行チームとアブソルート外人チーム、そして E ブロックではドバロッシュチームと無限ゴースト、無限自覚してゴーストチーム、そして F ブロックではミルククラウンチームと、マラリアチームでしょうか、マラリアチームが、激突します。ゲームの中に接続できる型ですね。バトルゾーンは、ここにありますね。バトルゾーンがない。バトルゾーンどこだ。ありました、このバトルゾーンですね。見えてますでしょうか。このバトルゾーンに、入ってですね、ここ入り口ここですよ。なかなか入れない。車いっぱいありますから入りづらいですね。でそのバトルゾーンに入ったら、左メニュー1、2、3、4、5番目のイベントというボタンがありますけれども、そのイベントのメニューから作成されているルームで、このカメラのアイコンですね、右下のカメラのアイコンを押すと観戦することができますので、ゲームの中に接続できる方はぜひ試してみてください。はい、ドリフトシティスカイロード2016サマー、プロトーナメント第1戦目の ABC ブロックの結果は、 A ブロックではブラックゾーンチームが不参加による、AD ブルーチームの勝利、そして第 B ブロックでは水郷ローゲズチームがディップスカイチームをセットスカ3対0で押して次のステップへ進出。で C ブロックではリスキーローズチームがブラック GT チームに同じくセットスコア3対0で次のステップに進むことができました。そして第1戦目の D、E、F ブロックの試合はこの後8時30分、20時30分から行われますので、引き続きよろしくお願いいたします。
それではここで少し休憩を挟んで、この後8時、25分に戻ってきたいと思います。少々お待ちください。
はい、皆さん、戻ってきました。まもなく8時30分からはプロトーナメントの第1戦目の DEF ブロックの試合が開始となります。ですね、ここで少しコメントを拾いたいと思います。あ、コメントがたくさん来てますね。放送中にそのコメントが見れなくて申し訳なかったんですけれども、あらあらチャンネルでは放送はコメントが読めるぐらいで解像でしたよ。多分そのあらあらチャンネルの放送の時は別のプログラムを使ってたと思うんですけれども、今すいません、沖縄で直接放送をやってるんですけれども、そのプログラムが多分揃ってなくてですね、今そのアフリカテレビスタジオというプログラムを使って集計をやってはいるんですけれども、今回のことを踏まえた上で、次回の放送時にはもうちょっと解像度とか上げて皆さんにお伝えできればなと思います。で、今のジームボブさんとかジームビップさんとかは、来ているんですけれども、皆さんご存知の通りに、アラリオでサービスをしていたヒーローズ・イン・ザ・スカイ・パトリオット、こちらのゲームがですね、残念ながら、運営がですね、アラリオではなく、ゲームアスさんに遺憾となって、ジームビップさんがちょっと暇してるんですよ。んで、今回のドリフトシティ、スカイロード2016にぜひ、やらせてくださいという申し出があったので、GM ビップが、進行役として、はい、参加となりました。チーム名と、ユーザー名すらも見えない、ほとんど声のみということで、大変、申し訳ないんですね。この解像度というのは、明日の準決勝と決勝戦の時にでもちょっと改善できればなと、はい、思います。VIP さんやボブさんも積極的にレースの解説などしてほしいという声もあったので、明日の決勝戦ではいかがですかね、ボブさん。でも僕あまり喋りがそんなに上手じゃないので、そうですよね、できるものならやってみたいとは思いますけれどもね、もう大会進行しながらですね、喋りながらっていうのはなかなか難しいところはあるんですけどね。そうですね。で、ユーザーさんからですね、こういった要望があるので、一緒に、解説ができればなと、はい、思います。そしてですね、解説というより、今のその状況をですね、的確に、伝えるのが、一番の目的かなと思います。ただですね、画質の問題があってですね、その画面の情報が的確に伝えられない、字が読めないという状況はあるかと思いますけれども、ここはですね、少し工夫して改善していきたいなと思います。であと、第1回戦の DEF ブロックの試合の開始まであと4分を切りました。おっと、ここで、ユーザーさんの方から、腰つべは準備も簡単だし解像度も高いですよということをコメントいただいたんですけれども、実はですね、昨日その腰つべでちょっと試してたんですよ。腰つべで試したんですけれども、その何と言うんでしょう、もうガク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 した映像が送られて、
腰痛がダメだなと思って、このアフリカにしたんですよ。で、まあ本日はですね、まあ、これからまたその腰痛部に、移動したりとかですね、ちょっとまあ厳しいかと思いますので、明日の、準決勝と決勝戦につきましては、まあ腰痛部も含めてですね、もしくはそのリッコリさんだったりとか、まあ、いろいろ試してですね、解像度高い方で皆さんにお伝えできればなと思いますので、明日も引き続きよろしくお願いします。そうですよね、デスクトップパソコンで、放送をしてて、その画面をキャプチャーしての、まあ、放送となるので、まあ、腰痛部、まあ、どうしてもガクガク、まあ、もしくはですね、携帯のカメラで画面を撮りながらという方法もあるかと思いますけれども、そうしたらまた荒く見えるのかなという心配があります。とりあえず明日はもう少しですね、工夫して、もう少し、改善された解像度で、皆さんに状況をお伝えすることができればと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。そして、間もなくですね、プロトーナメント1回戦 D ブロックと E ブロック F ブロックの試合が始まります。まずは、D ブロックでは昨日、セミ戦でも参加していた一方通行チーム、そしてアブソルート外人チームが戦います。続いて E ブロックではノバロッシチームとゴーストチーム、 F ブロックではミルククラウンチームとマラリアチームが激突します。この3試合がですね、同時に行われますので、まあ、集計の方ではですね、各試合を行き来しながら伝えることになりますけれども、まあ、多分その映像で、見られない試合もあるかと思いますけど、ちゃんと結果は音声にて案内しますので、その点ご了承いただければと思います。今まだ、入っている人数が、0人となっておりますので、準備に少々まだ時間がかかっているようです。引き続き、オペレーターの方ではささやき等で、ユーザーさんの入場を誘導していますので少々お待ちください。はい、こちらですね、ミルキークラウンとマラリアチーム大 F ブロックですね、こちらの方が人数がそろそろ揃いいうところにありますので、こちらのルームに入ります。画面左側の青チームがミルキークラウン、そして右の赤レッド赤のチームがマラリアチームとなります。はい、そしてこちらは5人5人と人数が揃いました。プロトーナメントの1回戦が F ブロック、ミルキークラウン対マラリア。今回のマップはムーンアイランド。
間もなく第1回戦の F ブロックの試合が今始まりました。青がミルキークラウン、そして赤がマラリアチームとなります。そしてその1回戦目、ただいまスタートしました。リズム先取り、第1コーナーを曲がって、ここで赤チームと青チーム激しいぶつかり合い、事故って事故って、現在トップは赤のマラリアチーム、そして2位もマラリア、3位にミルキークラウン。ただまだ3位と2位は射程圏内。おっと、ここで順位が変わりました。ただ3位はミルキークラウンチーム、2位は見えてるので射程圏内、1位はまだ見えないので、赤チームがまだ安定した走りを見せているでしょうか。おっと、ここで青チームが5位に落ちました。1位から4位が赤のマラリアチーム、第2周目を迎えました。ミルキークラウンチームの現在トップ頑張ってますね。ここで、赤チームに抜かれて、でただ、赤チームの1位は非常に安定した走りを見せて2位との差を広げています。現在1位から3位は赤のマラリアチーム、そしておっと、ここで青チームがまた3位に上がりました。そしてゴール、こちらもゴールで、皆さん全てこちら頑張れ最後まで、はい、ご覧の結果になりました。 F ブロック1戦目は赤のマラリアチームの勝利です。おめでとうございます。そして他のブロックの試合の様子はいかがでしょうか。一方通行チームとアブソルート外人チームの第D ブロック、そしてノバロッシチームとコースチームの第 E ブロックは、準備状況を確認して、伝えいたしますので少々お待ちください。はい、状況が確認できました。現在、ユーザーさんが、まあ、入場されてない、まあ、ささやきとかですね、送ってはいるものの、まだその入場をしてない。で、もし参加チームの方が、この放送を聞いてたら、ぜひ、ルームに入ってきてください。それでですね、F ブロックのミルキークラウンとマラリアの第2戦目が始まりましたので、そちらの様子をご覧いただきましょう。レースはスタートされています。現在トップは赤のマラリアチーム、そして2位に並んで青のミルキークラウンチーム。先ほどの第1試合目は赤のマラリアチームが勝利しました。ここが勝負となるコーナーリング。おっと、どこに行ってるんでしょうか。
現在トップは赤のマラリアチーム、そして2位にすぐ後ろ、ミルキークラウンチーム、そして直線コースに入って、ここではブーストで勝負をかけたいところですね。ここで直線コースと、ここでミルキークラウンチームが逆転、そしてマラリアチーム並んでます、ゴール。そして3位、4位、5位とゴール、6位、7位次々とゴール、8位はゴールして、9位、10位の方まで全てゴールしました。さあ結果はレッドチーム、赤のマラリアチームが勝利しました。おめでとうございます。これで、第 F ブロックではマラリアチームがミルキークラウンチームにセットスコア2対0でリードをしております。次の3戦目ではですね、マラリアチームが勝てばそのまま、次の試合に進むことができます。ミルキークラウンチームはもう後が引けない第3戦目となりますね。そして、D ブロックと E ブロックは、ユーザーさんがですね入場していないような状況で、ルームもう大会のルールがですね、開始時間より5分以上入場がない場合は、敗北処理となるため、という、ルールがあるんですけれども、今回はですね両方の、メンバーが全部揃ってないような状況だったので、少し、オペレーター運営側で、協議を今現在行っております。こちらの結果につきましてはですね、引き続き、分かり次第お伝えできればと思います。そして第 F ブロックの、ミルキークラウンとマラリアチームの第3戦目、現在はマラリアチームがセットスコア2対0でミルキークラウンチームにリードしています。後を引けないミルキークラウンチーム、そしてこの1試合だけ勝てば次に進められる、マラリアチーム、勝つのはどちらでしょうか。第3戦目が今始まりました。スタートと同時に先頭に出るのが勝負につながりますね。ここで上り坂でのブースト、おっと、今回は赤のマラリアチームが1位から現在1位から3位まで全部赤のマラリアチーム、ここで負けたらもう後がないミルキークラウンチーム、現在トップはミルキークラウンチームが逆転、そして3位と4位に並んで、マラリアチームと順位が変わりまくってる。ただ1位と2位は現在のところ安定的な走り、ただ3位の赤、マラリアチームからは射程圏内、おっと、ここで赤チームが逆転、おっと、ここでまた青チームが逆転、マラリアチームが勝てばここで勝負を決められる、そして青チームが勝った場合次に希望をつなげられる、勝つのはどちら。現在トップは青のミルキークラウンチーム、そして赤のマラリアチームは第3位、おっと、ここでゴールしました。結果はどうでしょうか。最後の人まで頑張ってゴールできるのか、頑張ってください。青のローバーミニさんもゴールしました。そして結果はご覧の通り、青チームのミルキークラウンチームが勝利しました。おめでとうございます。これでセットスコア2対1、追い込むことができました。ドリフトしてスカイロード2016サマープロトーナメント1回戦 F ブロックでは、第3戦目はミルキークラウンチームが勝利しました。現在セットスコア
2対1で、マラリアチームが2で、ミルククラウンチームが1となります。そして間もなく第4戦目が始まります。このトーナメントの、予選では、5試合全て5試合を行いまして、3試合を先に勝利したチームが、次に、進むことにできます。そして決勝戦はですね、7回試合を行いまして、4勝先取りした、チームが勝利優勝となります。それでは引き続き、第 F ブロックの第4戦目、ミリキクラウン対、マラリアチームの様子を、見てみたいと思います。ちょっとそこから作れましたか。はい、第4戦目ここはなんとか勝って次の5戦目まで持っていきたいミルククラウンチーム、そしてここで勝負を決めたいマラリアチーム、勝つのはどちらのチームになりますでしょうか。第5戦目失礼しました、第4戦目スタートしました。ここでトップに立つのが一番重要でしょうかね。スタートと同時に第1コーナー曲がって救急車にぶつかって、第2コーナー次左に曲がって、現在1位と2位は青のミルククラウン、そして3位に赤のマラリアチーム。ミルククラウンチームが勝てば5戦目まで持ち越すことができる。そして赤のマラリアチームが勝てばここで勝負を決められる。赤チームが現在1位と2位、そして青チームが3位。しかし、目の前に見えている射程圏内、おっとここで事故った、4位に落ちた、5位に落ちた、赤チームが1位から4位、ここでマラリアチームが勝利してしまうのか、青チームも頑張ってください。で、ゴールしました。1位から3位は赤チームだったんですけども、最終的な結果はどうでしょうか。はい、結果はご覧のようです。赤チームのマラリアチームの勝利。セットスコア3対1で、マラリアチームが次のステップに進むことができました。おめでとうございます。さあ、ビップさん、今の走りいかがでしたか。素晴らしい走りだったんですね。次のレースも期待してます。はい、コメントありがとうございます。そして、他の B ブロックと E ブロックなんですけれども、こちらを要素、状況を確認して、お伝えしますので少々お待ちください。はい、お待たせいたしました。D ブロックと E ブロックの試合の、結果なんですけれども、まずは D ブロックの一方通行対アブソルート外人チーム、こちらですね、アブソルート外人チームのメンバーが揃っていないということで、一方通行チームが次のステップに進むことができました。おめでとうございます。
そして E ブロックですね、ノバロッシチーム対ゴーストチームになったんですけれども、両チームとも、参加者が揃っていないということで、両チーム敗北になりました。その結果ですね、もともとは D ブロックの、優勝した、一方通行チームが E ブロックの、優勝者と、次のブロックで、戦うこと予定であったんですけれども、E ブロックでは両チーム敗北となりますので、一方通行チームがそのまままた不戦勝で、最終的に準々決勝に進むことになりました。一方通行チームおめでとうございます。とりあえずは何もレースはやってないんですけれども、そうですね、はい。そして F ブロックではマラリアチームがミルククラウンチームにセットスコア3対1に勝って次のステップ第2戦目に進むことができました。第2戦目は、G ブロックと H ブロック。 G ブロックでは先ほど1回戦の A ブロックで勝った AD ブルチーム、不戦勝だったんですけれども、チームと水郷老月チームですね、第 B ブロックで勝ち進んでた水郷老月チームが第2回戦目の、G ブロックで激突します。そして先ほどもお伝えいたしましたように、 H ブロックは一方通行と、あと E ブロックの勝利したチームが戦う予定だったんですけれども、 E ブロックは両方敗北となりますので、一方通行チームは2回戦もそのまま不戦勝で第3戦目の K ブロックに進むことになりました。ので、もうちょっと後ですね、あと10分11分なんですけれども、9時から行われる第2回戦の G ブロックの試合だけですよね。そして、2回戦の I ブロックと J ブロックはその後9時半から皆さんにお伝えいたします。そして、ここで少しコメントを拾いたいと思います。水戸くじに関するコメントもあって、小学生中学生もいる中でこういったギャンブル要素を入れるのはどうなのか気になる部分はありますね。もちろん、ありますね。そこはですね、やっぱりそのゲームというところもあって、ガチャだったりとかですね、ギャンブル性が多いのはあるんですけど、やっぱりその、学生の方でもですね、そこまで深く入らなくても楽しめるような、環境作り、これが一番重要な課題ですね。アラリオだけではなくてですね、全てのゲーム会社さんがもう少し考えるべきじゃないかなと思います。運営さん、RMT 行為は禁止ありますけど、今回スカイ、開催前に準備に車両パーツをドリップ式 SNS で販売している人もいましたよ。リアルマネートレードですね。こちらの方は、正直、運営側としては、やっぱり禁止はしております。ただし、取り締まるのがですね、全て取り締まることが、事実上、難しいところもあってですね、できれば全て取り締まりたいとは思いますけれども、見つけ次第、ブロックをかけたりとかですね、追放したりとかいう、措置は、みるみるさんとかですね、の方で、行っておりますので、健全な環境づくりは引き続き行っていきます。両チーム敗北、GM の声聞きたいからアフリカチャンネル来たけど、今のところ4年しか見てないんだねとありますけれども、モバイルでの視聴者が4人ですね。で、あとはパソコンからの視聴者もいらっしゃいます。
して、ドリームクシティスカイロード2016様、まもなく第2回戦が始まろうとしています。第2回戦は、もともとの予定としては G ブロックと H ブロックの2試合を予定しておりましたが、H ブロックでは、第1回戦で、両チーム敗北というE ブロックでの結果があるため、一方通行チームが H ブロックに上がったんだけれども、不戦勝でそのまんま K ブロックの試合まで進むことになりました。ゆえに、9時から行われる第2回戦は、G ブロックの試合のみとなります。 G ブロックでは青の AD ブルーチームと赤の聖教ローゲジャチームが後を引けない、戦いを始めます。それでは、ルームの準備ができ次第戻ってきたいと思いますので、もう少々お待ちください。